この辺をこう切って剥くときはこうでくりっと剥けます。気持ちいいぐらいに。でこの青いところはねちょっと硬いんでこれぐらいで落とす。こういうのね取っていただいてこれでいいと思います。はい、でね、あの皮を剥いて、これはアクが少ないのでそのまま水でさっと湯がいてそれで終わりです。っていうかこれそのままねもう味噌汁とか入れるんやったらザザッと切ってそのまま入れても大丈夫です。えぐくないです。誤算だけぜひ取りに行ってやってみてください。